はい、どうも皆様こんにちは、大宮マリでございます。はい、今回もですね、嘘つき姫と桃小路の続きやっていくんですけど、ですね、今回もちょっとね、ツーテイク目です。はい、というのもね、ちょっとね、収録時間が早すぎたせいかね、なんかね、結構ね、周りのね、外の道路、車の音とかね、がね、環境音とかね、相当ひどく入り込んじゃってね、これもうちょっと動画として出せないなって思っちゃって、なんでね、ちょっと今、撮り直しています、新しく。はい。でね、まあね、今回からね、また新ステージ、またね、やらせていただきたいなって思うんですけど、はい。まあね、というわけでね、やっていきたいと思います。はい。ぶっちゃけね、ここね、トラウマステージです。もうね、取り直しとか絶対したくないって思ってるステージ。いや、もうね、ここもね、もう何回も死んだんですよ、さっき。最初版ステージだっていうのに。でね、まあね、さっきから車来てますけどね、もう車ももうしょうがないからね、もうこのまま続けます。は行く必要なかったね。あ、そっかそっか、思い出した。でね、ここのステージはね、こういう感じでね、結構真っ暗な場所が多くて、まあ、基本的にね、火をね、ランタンを使って火を運びながら、ね、照らし、周りを照らして進んでいくってステージになっています。はい。この先にちょっとランタンがあるんで拾っていきましょう。おじいちゃんと手を握ってください。ランタンに火をつけると、まあ、こういう感じで周りが見えるようになるという感じになってます。まあね、私はね、基本的にね、めんどくさがりで、かつね、いちいちね、火が消えた時にね、ランタンの火が消えた時に戻ってると、ね、時間の方もあれなんで、やってしまった。タイミングが悪かったね、さっきのは。この段差もね、最強の敵よね。あれだな、下がるタイミングで乗ると、王子が変な挙動で落っこっちゃうから死ぬ確率高まるんですね。今気づいたけど。でそのね、まあね、でね、こう、ただでさえ暗いのにこういう感じです。高低差もあるから、相当めんどくさいんですよ、このステージ。はい、じゃあ着きました。もうこれ何回やるんだろう。このくだり何回やるんだろうって。はい、OK です。で、ここを、おいっしょ！ああ、もう。王子なんでそんなところにいるの？王子なんでそんなところにいるの？ちゃんと手握ってって言ってるでしょ、いつも。もう。世話が焼ければね。あ、大丈夫だ。王子どこ行った？あ、いたいたいた。ね、こういう感じで本当に暗いから分かんないのよ。
結構ね、前のね、製品版でもね、押しっぱなしでも、王子がね、一定距離離れてると手を握ってくれないからね、押しっぱなしにしてる時は大丈夫かって言われるとそうでもないっていうね、そのね、シビアさがすごいあったステージなんですよね、これ。はい。というわけで、ここでもね、また新ギミックで、まあね、パート1の方でね、魔女がね、姫に忠告していたんですけど、まあ、姫はね、月の光を浴びると魔法が溶けて狼の姿に戻ってしまうので、まあ、ここはね、王子の手を引いて歩くことはできません。なんで、ここはね、この前みたいに王子に直接来てもらいましょう。はい。まあね、こういう感じのね、ちょっとね、障害みたいなものあったりします。というわけでね、ステージの方ね、ゆっくりとクリアしました。はい。で、このね、橋を渡っていきましょう。はい、というわけでね、かなり間一髪な場面でしたけど、まあね、気を取り直してね、続きの方をやらせていただきたいと思います。はい。いやね、まあ結構ね、ここまあ前もうね、パート2あたりからね、ずっとですけどね、ほんとね、姫狼だとね、ほんと力が強くて、かつね、森の中では敵なしみたいなね、存在ですけど、やっぱり姫のね、このか弱い力では、王子を守ることができないっていうね。まあね、ここら辺のね、なんていうのかな、難しさっていうか、そういうところがありますよね。はい。というわけでね、続きまして、こちらもね、新ギミックで。まあね、このサブもね、またね、若干厄介なんですけど、まあこれ基本的に無害で、まあこういう感じでね、姫と、王子が近づくと、二人を、放り投げてくれるっていう、そういうギミックになってます。まあね、この先ね、結構難所がいくつかありましてね、
そこになると、まあ、この先見ればわかるんですけどね。猿がね、あらぬ方向にね、吹っ飛ばしてきたりましてね。とても厄介なんですよ。そうそう、こういう感じでね。でね、今ね、順応としてはね、左上っていうか、真上にあるね、ところに行きたいんで、まあ、基本的にね、この猿はね、自分の真後ろに投げるんで、まあ、猿がね、この場合は猿が、右の方、右側を向いてるときに、うまくね、掴んでもらわないと、地面に叩きつけられて死亡してしまうっていうね、そういうなかなかね、際どいステージなんですよ。でね、このね、距離感も大事で、ちょうどね、振り向いたその瞬間に掴んでもらわないと、またね、変なところで地面に落っこって死んじゃうっていう。それすごい難しいんですよ、ステージが。ここだ！よし、うまくいった。いや、初見はね、ここ死んだからな。ちょっとね、ここね、敵が多いんで、ちょっと一回ね、食いて掃除していきます。そんでね、ここのね、ステージからね、この飛ぶやつが出てくるんですけど、これね、ガラシンですよね、モチーフ。ね。私ね、最初ね、コウモリだと思ってたんですけどね、原画展とか、原画展とか、あとね、なんだっけ、あー、クソ！お前！お前クソ！お前クソ！やりやがったな、やっぱ。やりやがったな、てめえ。そう、こういう感じでね、変な引っかかりをする時があるんですよ。ここか？大丈夫だな、これ。あー、ダメだ、ダメだ。絶対ダメだ。これはダメだ。ほらー。うわ、最悪。最悪、いいとこまで行ってたのに。うわ、もう、やだ、もう。あ、これダメだな。いけるか？いけた。これ絶対の3、4ステージ後半戦は絶対、やり直ししたくない。取り直しをしたくない。そのぐらいめんどくさい。よし、行くぞね。ここはこうだな。で、ここ踏んで、上げ切ったら、王子に行ってもらって、確か大丈夫か？この先。大丈夫だな。で、もう一回まっすぐ行ってもらって、はい、これで誘導完了と。はい、とりあえず来てもらおう。ここです。あー、くそ、おまえ
あ、そっか、あ、そっか、そういうことするか、お前。てめえ、よくもやってくれたな、この野郎。あ！もうほんとやだ、このステージ、ほんとやだ、もう、やだー。いやもうこれ絶対カットしなかったら倍時間かかってる。はい。というわけでね、まあ、今回のね、洞窟ステージ、前半クリアしましたので、本日はこちらでお別れさせていただきます。はい。ではですね、次回は、後半戦やらせていただきたいと思いますので、ね、ぜひね、そちらの方もご視聴いただければと思います。はい。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。